にちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。購入者がクレカ決済ができないので銀行口座へ振り込みしたいと連絡がありました。この場合キャンセルしても良いのでしょうか、という点についてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、こちらの通りですね、タイトルの通りですね、質問ありましたらぜひね、消化させていただきます。はい。こちらですね。まずですね、支払いなんですけど、メルカリですね、銀行口座の支払いとかね、一切してないんですね。規約違反です。はい。なので、こちらの質問してくる方はですね、規約違反のこと言ってるので、ぜひ無視してください。はい。で、銀行口座の、まあ、現金でね、支払いができるっていうのは、このコンビニ払いですよ。で、3日以内したらできますので、まあ、そちらをね、説明していただければいいかと思います。はい。で、他にはですね、クレジットとメルペイ、ポイントですね。で、これが支払いできます。まあ、こういったね、トラブルになった時は、ぜひね、メルカリ事務局に連絡するか、まあ、キャンセルですね、無視していただければいいかと思います。確実にトラブルになりますので、まあ、自分が損してしまいますので、ぜひね、注意していただければね、いいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル。10万円稼げるマル秘マニュアル。プレゼントします。人気のスタンプお願いします。あと、YouTube が質問一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。